プロデューサーの皆様、お疲れ様です。AP カッシーです。はい、現在私は都内某所にありますこちらのスタジオにやってきているんですけども、今日はここでどんな企画をやっていくのかと言いますと、アイドルマスターサイドウム、ハンズ&クラップス振り付け講座、イエーイ。はい。2023年10月28日と29日 K アリーナ横浜にて開催されますアイドルマスターサイド M エイスステージオールハンズトゥギャザー、こちらのライブに向けて新たな全体曲ハンズ&クラップスが制作されました。皆さん視聴の方は聞いていただけておりますでしょうか。はい、現在ですねアイドルマスターポータルの方で展開されているライブのストーリーの方でもですねアイドルさんたちがこうやってねお客さんに一緒にやってほしい振り付けをね、覚えてほしいというお話をされているんですけども、今回はこの動画で皆さんにも振り付けを覚えていただいてエースステージに向けて準備をしていただければなと思っております。そして今回この動画で振り付けを教えてくださるのはもちろんこの方です。早速お呼びしましょう。ゆうすけ先生です、どうぞ。こんにちは、サイド M で振り付け担当しておりますゆうすけと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、お久しぶりです。そうね前回がその6ライブの時の東京公演ですね、はい、その前にね、やらせていただいたネクストステージの振り付け動画だったかなと思うんですけども、その時も本当にありがとうございました。懐かしいです。いや、もうプロデューサーさんからもね大変好評いただいた企画なんですけどもね、まだ見てないよというプロデューサーさん、ぜひぜひそちらもご覧いただきたいと思っております。そして今回の楽曲なんですけども、はい、ハンズ&クラップスということで、クラップがねもうタイトルに入ってるので、もうあ、こういうのがあるのかなとか思ったりするところではあるんですけども、どんな振り付けになってるんでしょうか。今回ちょっとプロデューサーの皆様も、はい、みんなで楽しめるような振り付けとさせていただきましたので、はい、ちょっとそちらを意識した振り付けとなっております。はい、ではもうしっかりね事前に覚えていただいて、ライブ本番でもね盛り上がれるようプロデューサーさん一緒に覚えていきましょう。それでは実際に教えていただきたいと思います。ゆうすけ先生お願いします。よろしくお願いします。アイドルマスターチャンネル、それでは早速やっていきます。プロデューサーの皆さんは、マイクをお持ちでないので、ところどころ両手で踊ったりするところがございます。それではやっていきます。いつだってどこだって誰だって同じさっていう歌詞が入ってくるので、そこに合わせていつだってどこだって誰だって同じさ、3、2、1、レッツゴーっていうことをやります。覗いて胸、覗いて胸、3、2、1、L、シュー、はい、来たらここからサビになります。手がここから両手になります。外に2回たったかたったか、1、2、1、2、3っていうことをやりながら、レッツゴー、タタタラタラタンタラタンタンパンパンパッパッ、もう一回パンパラタンタンパンパンパッパッパン、来たらヘイフーイエイフーのおけから最高潮で、後半部分に次なるんですけれども、そこから両手グーにしていただいて、内巻きでタカタラタラタンタラタン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 タタタンタンタラタン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 タタタン、ヘイフーイエイフー、たら手と手をつないで、オールハンズトゥゲザー、パパンパパン、オールハンズトゥゲザーパパンパパン。この最後のオールハンズトゥギャザーの部分は所々出てきますので、ここだけはせめて覚えていただけたらと思います。よろしくお願いします。それでは音に合わせてやっていきましょう。ミュージックスタート。Yeah.
はい、ということでレクチャーありがとうございました。ありがとうございました。いやもうめちゃくちゃ楽しくて、実際にライブでね皆さん揃ったもう盛り上がるんじゃないのかなと思いましたね。そうですね、僕もあのプロデューサーの皆様と一緒に踊れるのを楽しみにしております。ぜひ皆さんこちらの動画で練習していただければと思います。そしてこの動画の最後にですね、実際に踊ってる映像を反転させたミラーリング映像をお届けいたします。練習の際はこちらの映像もご活用ください。それではここまでのお相手は AP カッシーとゆうすけでした。ありがとうございました。バイバイ。ここからは、練習用に反転させたミラーリング映像です。それではミュージックスタート。